よそじを目前に控えて心が寂しい。そう思ってペットショップに行ったけど、行ってよかった。どんな名前がいいだろうか。我が名はピエル・カルロ、異界の都にして星の賢者。めっちゃ喋った。ああいいね、ピーちゃんで。不服なんだろうか。ちょっと顔が怖くなった気がする。よし、ならば契約は成立だ。ピーちゃん、何これ。貴様に我の力の一部をくれてやる。これやばっ。我がこの姿に生まれ変わるまで住んでいた世界、はい、ベイトリアムという町だ。なるほど、いわゆる異世界ってやつだ。では行くぞ。あなた、どこの異能力者？君は優秀だね、佐々木くん。これはすごいですよ。使い方いかんによっては我々の生活に大きな影響を与えかねない。ご無沙汰しております、星の賢者様。一生懸命頑張らせてもらいます。お嬢様、皆様にご挨拶を。ごきげんよう。わしらの組織に興味はないかい？じゃあね、おじさん、お帰りなさい。異世界でのスローライフもただいま、だんだんと始まってきたように感じる。なんて考えていたけど、佐々木とピーちゃん。